今回ご紹介するのは鹿児島市交通局の臼杵一丁目停留場です。当停留場は1979年4月14日に鹿児島市交通局により設置されました。2面2線の相対式ホームを有しており、隣接して踏切があり、各ホームとの行き来は電車が通過中でない限りいつでもできます。ご視聴ありがとうございました。